まあ、してほしいんですよ。なんでこう構えてくるかなと思ったらラックセル。そうです、そうです。そうです、必ず後ろ足から行く。で、前に進むときは前足から行く。そうです、そうです。で、右に行くときは右足。人間に行くときに左足から動いてしまうと、クロスしてしまうので、打てないんですよ。ということは、もらうだけのことになるので、反撃ができないので、できるだけやめてほしいです。ただ、たまに映像とか見てると、こういうもんだと言ってる人いるんですけど、あれまず応用なので、真似しないでください。はい。で、これやってほしいんですけど、まあ、今日やるのは、これを自分にやれるって言ったので、今からやるのは、ボードの普通のガードと、ブロッキングと言われる技術の、ブロックと、あとはパーリングと言われる、パンチって言ったら痛むものというか、パンチ叩く。そうです。で、もう一個踏み込んで、当てるつもりで。そう。大丈夫です。で、ちょっと止めてみれば、こうやって、あ、しっかり止めるって場合もあるんですけど、あんまりちょっと使わないです。ポイントは、下をちょっと叩いて、ずらしたいんです。ずらしてください。そうです。で、これで注意してほしいのは、あんまりにも来るかなと思って、ペイントが出るときに、ここまで向いてしまうと、フッとなるんですよ。なので、できるだけ最小限で、こっちから打ちます。で、パイリングします。はい。顔を必ず相手は狙ってくるので、ほぼほぼ。ポジションなんですけど、まずは顔に当てるので、顔の前にちょっと出したりとか、せーの、そう。で、体ちょっと上段です。そう、そうすると体の力が抑えられるんです。相手が大きくなってきたのに、手当てに体が、勝てないんですよ。ちょっと体が上段です。一番低いんじゃないですか。こっちまで。こうやってやってみる。もも前に、ボールで、せーの。やばいやばい。せーの、そう。まずは体が違います。せーの。そうで、これで体が入れてる理由のもう一つの理由なんですけど、この後、ボールだけしてると相手攻撃されます。反撃されると思うので攻撃止めるわけなんですが、この後、体を戻すと左身が打てるんですよ。なので、これを入れておくんですよね。はい、いきますよ。こちらとします。せーの。そう。せーの。そうです。そういうことです。ナイス。で、これで反撃もやってほしいです。じゃあ、はい。こう、じゃあ、親子でちょっと反撃。パーリングからの反撃やってみてください。攻撃決めてください。攻撃どちらかな。はい。10発ぐらいずつ攻撃で。今度は、ジャブは大体存在しなくないので、右で。まあ、右利きなので、相手の左利きよりは強いじゃないですか。基本的なんですよ。はい。けど、今度右手でやるときに左手をパーリングするっていうのは、あまりやりとくない。そういう時もありますよ。僕も使いますし。ただ、右手は強いので、相手は強いので、少しでもタイミング外れてもらってしまうと大きなダメージになってしまうので、それならば少し痛くてもいいので、しっかりブロッキングします。右にしっかり出してください。で、しっかり返してください。そうです、そうです。来るところに、そうです。顔に来るので、必ず、これでたまにどこでボールをブロックするんですかって言われるんですけど、まあ、拳ぐらいです。そうです、そうです。はい。ここだと今度、ここ、ボディ開いちゃうんですよ。で、ストレートを見せかけて、ストレートボディしたものじゃないですか。で、下がりすぎると、下がりすぎると、この上もらうんで、急所って、あのと、あとテンプルと言われる、この、ここ効くんですよ。あんまり見ないんですけど、効くんですよ。なんで、ここしか隠れるようにぐらいで、使います。軽くいきます。せーの。そう。で、この時には、さっき、こう体が入れてるじゃないですか。今度はこう入れます。そうすると、そうです。右の体勢が取れるじゃないですか。で、この後に体勢です。そうです。防御と攻撃を投げます。右に行きますよ。せーの、そう。そうです。反撃取れる。せーの、そうです。あ、そうです。これ、全然そうなっちゃう。あ、そうなので、これぐらい痛いんですよ。これ、許容で許容してください。はい、許容。そうです。しょうがないです。はい。じゃないと、こうなってると、頭が痛いってこうなってると、多分、こう、すり抜けられるんですよ。なんでちょっと痛いですけど頑張るっていうので僕は基本的にはバックステップでいけるんです。見せると僕はですよ、はい、でそれただ大体雰囲気が良くないとやりづらいんです。あ、じゃあ上原最初永瀬さん見たやろ。はい、見させて。ああ、あ、いえ、ちょっと僕一人です。防御は受けに来ないですよね。今の遠いのは僕が遠かったの。シモさんが来ると、わざわざパンチもらう必要ないんですよ。そうです。できるならば痛い思いしてほしくないので、来るなと思ったらバックしてください。そうです。これでやっていきたいんです。
いいっすよ、今のでもいいっすよ。そう、で、みんなで返しましょう。で、こういきます。流れてるとですよ。はい、はい、いきますよ。いいね。そう、そう、今度ジャブいきます。ちょっと手のひらするところがある。はい、せーの。そう、あー左に行くようですかね。で、これが自然と防御できるまで反復練習します。で、今度ワンドの場合です。ワンドの場合は軽くジャブ叩いて、はい、いきますよ。せーの、トンと耳まで返しました。せーの、トン。足にバランス出ないように、これの時にバランス出てると、もう出てないです。肉を切らせたくなった。せーの。すごい。そう、これちょっとやりましょう。はい、OK です。一回ちょっと、サンドバッキーを取りなさい。はい、下がると。はい、じゃあ、どっち？たぶん、じゃあ、中津さんの後、ヒントしてもらうから、ちょっとサンドバッキーされて。じゃあ、次から、はい、次からやりましょう。さっきもサンドバッグ叩いてて、ワンツー多分ボディも決めちゃったんですけど、めっちゃ狙ってるやろ。はい、